橋本チャンネル始まりました。橋本里奈です、皆様新年明けましておめでとうございます。今年2021年の金運をここで試したいと思います。じゃーん。今日はこのスクラッチなんですけど、マックスが300万円。今日はこれを削っていきたいと思います。はい、ちょっと普通に削るだけだと橋本さんの得しかないんで、はい、1000円以上当たったら1枚ずつ入れるってことですか。いくら当たったらですか。1000円以上。1000円当たったら私が1枚ずつ抜いていくとして、はい、橋本さんしか得ないじゃないですかって言ったのは、はいはい、総取りってことでいいんですかね、私が。じゃあ絶対抜きますよ。じゃあやっていきたいと思います。これ自体2000円すんねんよ。 1万円分で。そしたらもう実際1万円を当てへんかったら損ってことですよね。いきまーす。1個目。あ、これが3個出たら1000円っていうの。あ、え、2個出ましたよ。なんで笑うんですか。なんか分からん、モスラみたいなのが並んだ。それが出たらもう1000円。わかりました。違いました。例えばこれヘビ出たんですよ、この順番に言ったら。じゃあこの後ヘビヘビヘビになったら5万ですよね。そうですね。 OK です、理解しました。ヘビ出ました。この後ヘビが出たら5万円や。削ります。違いました。そりゃそうですよね。これ1枚目からちょっとやばいよね。この1等の300万が12本って書いてんねんけど、12人って感じなんですかね、当たりで言ったら。12枚、ね、ここに12枚入ってることもありえるってことですよね。その時多分脱ぐだけではなく、もうちょっと踊りますよね。踊っていただかないと、はい、なるほど、OK です。じゃあ次々やっていきます。お、当たりました。マジで3枚目で200円でーす。魚3個揃って200円。今のところじゃあ9800円マイナスって感じですかね。いきまーす。300万当たったら貯金かな。シンプルに。いや、なんかお正月に地元帰ってたんですけど、なんか意外ともうみんなこう27とかやと結婚してたりとかで、なんか話聞いてたらなんか家買った子とかも結構いて、東京で家買うってだいぶ勇気いりません。だってこの300万をだからその頭金にするのどうですか。じゃあ私が家を買う、もう家買うのも YouTube で撮っちゃう。あと何やろう。買い物とかもめっちゃ好きやし、あと旅行がめっちゃ好きで、旅行代が結構お金いつもかかってたんですけど、まあ、このご時世やから旅行に行けないじゃないですか。だからでも今年は、あ、当たりました。当たりました。200円です。はい、魚が当たりました。400円ですね。宝くじとかを全然買う機会がなくて買ってなかったんですけど、実際ギャンブラーではあるんで、性格的には海外とか行けるようになったらカジノロケとか連れてってほしいです。めっちゃ使う人しか入れへんような部屋で入って収録してみたい。あ、これでもいいんか。横並びじゃなくて連続でもいいんですよね。当たりましたよ。また魚がもう見せるのもめんどくさいぐらい。これで、600円ですね。というわけで1組目が
この1個目が終わって10万入りが終わって3回200円ご当初魚出ました。2組目いきたいと思います。いや私今暑くて早く脱ぎたいんですよ。もうじゃあ1000円以上の5万円とか当たったらどうしますか。もう脱ぎ散らかしていただいてなんか誰の得なんか分からんなってきてるけどどんどん削っていきます。スクラッチで、でも、あ、魚ですね魚揃いましたよ。魚っていうか、これ鯉なのかな。太陽が、あ、なるほどね、太陽が3個揃ったら300万なんか。あ、太陽リーチですよ。いきます。あ、出ちゃう、もうちゃう、もうすら世の中に。だって年末ジャンボとかさ、サマージャンボみたいなやつって10億円とかそうなんですよね。え、あれ一人で10億円総取りするってことですか。やばいね。揃いました、魚です。そんな何億円とか当てちゃったらどうすんねやろう。また魚揃ったまた200当たりました。はい、2組目も、うわっ、さっきと一緒やん。3枚当たりました。3セット目。なんか私そのカジノ好きってさっき言ってたんですけど、でもカジノトータルで言ったらめっちゃ負けてるんですよ。多分引き強くないんですよね。出ました、魚。また魚当たった300万総取りのチャンスやのに。魚当たりました。実際競馬とかさ、あの競輪とかのああいうのでもさすがに奥とかは当たんないですよね。やばい、あっという間に最後の、はい、10枚終わりました。同じ結果、やばい、大赤字大赤字や。4セット目いきたいと思います。さあ、そろそろ魚200円以上当てないと。お金も当たらんし服も脱がんしやったら意味わからんもんね出やんかったらなんか悔しくて家買って帰りそうやわ。うん、はい、金運はある方。金運ってどういうあれなんですかね。金運、例えば自動販売機のルーレットが当たったことがある。あ、でも道端で10万円拾ったことあります学生の時に歩いてて、で信号待ちしてたんですよ。で下になんか封筒落ちてて、あれこれお金入ってるかもって思ってなんか透けてきて、分からんけどなんか取ったもののなんか分からんけど私、え、これドッキリちゃうよなとか思いながらとりあえずカバンにしまったんですよ。でその後、なんかその時私ダンススクール通ってて、ダンススクールがすぐそこやったんですよ。とりあえずカバンにしまって、え、どうしようと思いながらダンススクールまで着いて、でそこにいた友達に喋って、開けてみよう開けてみようってなって開けたら10万入ってて、ちょうどそのちょっと前ぐらいになんか私、ま、お祭りで財布盗まれたんですよ。だからこの10万を自分だけ警察に届けるのはなんか不公平やなと思えてきて、で家帰ってなんか黙ってられへんくなってお母さんにこの話をして10万円拾ったみたいな。だからこの間財布なくなったけどまあいいやって笑いながら言ったらめっちゃキレられて、自分が出てこへんかった時にあんだけへこんでたんやから、その10万なくした人だってめちゃくちゃへこんでるよと言われて、次の日ダンススクールの近くの警察まで持ってって、なんだろう、3ヶ月後ぐらいに電話かかってきて、あの持ち物見つからなかったんで差し上げますって言って
結局10万もらったんですよ。めっちゃ気持ちいいもらい方じゃない、結果。そうですね。でも実際ないかも。結構財布とかすぐなくなるし、学生の時とかは。財布はなくなるのは多分気持ちいいよね。え、注意不足。なんかでも実際その海外とか行くと、こうなんですか、日本人の方とかでもカジノでちょっと遊んだりするじゃないですか。でそういうきっかけで私も楽しいと思ってハマってマカオに行ったんですよ。もう多分もうカジノやりたくてマカオ行ったんですけど、その時はもはやマカオ行って、でカジノがついてるホテルとかってカジノでこう潤ってるからなのか、ホテル自体はそんな高くなくてもめっちゃ豪華なホテルって多くて、マカオまで行ってもう2日間ぐらい部屋も見やんし外も出やんし、もうカジノのところでもビールとかご飯も食べれるみたいな感じやから、そこで過ごすっていう旅したことありますね。もう大負けですけど、ボロ負け。終わりました。ここに来て初めて2万円しか当たらんかった。3万入れるっていう決まりじゃないってこと、見落としてるかも、喋ってたから。バリバリ魚揃ってた、一番上に。最後5セット目いきたいと思います。これもう200円ばっかり当たってるからさ、見てる人も夢なくなるよね。当たらんねやってなるもん。いきます。出ました、魚です。もうええって。出た、魚です。むしろさ、もう魚3枚出てもうたらもう絶対他ないみたいな説ありますよね、多分これ。そう思ったらさ、もう魚すらも揃えへん方がいい気しません？え、大丈夫？魚3枚出ちゃったんやけど。あと2枚です。あと1枚ちょっと待って、念を込めるわ。いきます。ヘビが2個続いたから、もしヘビやったら5万円。太陽です。太陽続きました。ちゃう、終わりました。いやー、当たんなかった。しかも1000円も当たらんくて、水着仕込んでんのに脱ぐこともできひんっていう、もういっちゃん終わってるパターンなんやけど。しかもこれ多分見てくれてる人で宝くじ当たるかどうかではなくて、いつなったら水着なるんかっていう見方してくれてる人もいると思うので、もう懺悔としてちょっと流してもらいます。意味わからんけどな、これがほんまに2020年のキーウェイとしたら割とショックな感じですね。はい、これを最後まで見てくれて当たると思ってたのに当たんなかったし、今へこんでる方も最後まで見てよかったなって今思ってくれてたら嬉しいです。このボディを使って頑張って稼ぎたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメント、そして今年も1年よろしくお願いします。以上、橋本チャンネルでした。バイバイ。